じで待ち合わせの時間よりずいぶん早く出かけた。日曜日の電車はみんな優しく見えて、どんなに混んでても穏やかに揺れている。いつでも眠ってしまう僕に、あの時夕焼け教えてくれた。そんな風に自分が素敵と思うことを人の中で。